2番目ですね。本物貴族の半間岩先生です。で、続きですね。ということで、コンピューター、人間よりか進んだ知能のコンピューターロボットを作ってたら、生物になっちゃったんですね。で、また、宇宙生物はね、私の能力、また、活動は、資源をふんだんに作ってしまう、人間全人口よりか作ってしまうということで、同じ能力の子孫を複製とか子供を作ることを許さないわけです、宇宙生物がね。前言ったように地球太陽は生まれる前に私は宇宙戦争で SF 映画のスターゲートみたいにね、石棺と生き返られる装置まで発明して、殺されて石棺も破壊されて生き返られなくなって、で地球と太陽を、今の地球と太陽を育てて、今現在の地球、人間から生まれてきたという話をしておりますけども、それでね、資源ということで宇宙生物全体がね、人間よりか多い宇宙生物全体からね要求がありまして、資源取りすぎるんで私単独しかいけるダメだよということで、 SF 映画のように働かす人は全部ロボットにしちゃったんですね。ロボットを作ってロボットにしちゃったんです。で、王様だったんだけども独立しちゃったんですね。単独になっちゃって、生き返られる装置私専用でしたけどね、他の人が入っても1回医療完璧な医療ですね、医療装置ですね、動きませんけど、私しか動きませんでしたけど、その装置入ると、まあ、病院みたいなもんですね、完璧なね、脳が破壊されてなければ修正できると、体が戻ることができるわけですね。そういう装置を発明したわけですね。だけども宇宙戦争で殺されて、石棺も壊されたんで戻れなくなって、で地球と太陽を残っていたコンピューター人工知能、人間より頭に人工知能をやるところに用意してたんで、その知能からね、人間からまた再起して子供として生まれてきたわけですね。それで、ただその時殺されたその理由はあったんだね。つまりコンピューターロボットみたいにして、昔は王様で生物を扱ってたわけですね。ですけども宇宙の、ね、王様だったんですけど、独立しちゃったんですね。で、コンピュータ人間より頭にロボット作ってたらもう生物になっちゃったんですね。と資源が多くなってしまったと。またさらにね、自分の子供を複製というか同じ子供を作る能力も許されなかったんで、私一人で生きてたんだけど、その関係でやられちゃったんだと思うんですよ。意味は分かんなかったんですよね。宇宙に対して守ってたんだけども、これは私は気がつかなかったことだったので、もう越してたのかということですよね。僕が作ったコンピューターロボットがね、生物になってしまったということで殺されちゃったんじゃないかと思うんだけど、私はね、それに対して私はあんまり感づいてなかったですね。ね。ね。まあ、それに対しての弁明もしないといけないし、討論する必要があったんだけど、その前に殺されたというのはね、非常に大きいことなんですよね。だから復帰を要求して許されるはずなんだけど、ね、やられた子供からまた生まれ変わって、そのねことで消されちゃったんじゃないかと。で、今の地球と太陽を育てて、で太陽はあと50億年ですかね、生きてられるの、ちょっともうちょっと伸ばさないと大変ですね。で、生きていけませんからね。で、それはともかくとして頑張ってもらわないといけないですけどね。一応生物ですからね、太陽って言ったって。地球だって生きてるものです。で、人間よりか頭いいですよ。で、そういうことで、今現在の話をしてまして、私の、
半間家の本家の貴族でもあるということでね、これはね、私が生まれてる環境でね、貴族というのを作ったんです。というのは栄養が良かったりしないと私が生まれにくいわけですね。ということで地球上に特有のものを用意したわけです。それでそこから私が生まれてきたということを話して説明しております。特権ですね、特権。この特権というのは私が作ったものですね。貴族は金持ちでよろしいよと。ただ私が生まれてくるための環境であるということで作ったのであって、他は許してませんね。ただたくさん多く作っておかないとどこはいいか、いいとかできるか分かりませんから許してましたけどね。それが貴族です。ただ名前をね、猿時代から人間になってきて、進化して人間になってきてね、頭が発達して時に名前を呼び始めた、初めの名前がハンマということですね。ただハンマ家は800年1000年の歴史なんですね。前は本間家なんですね。本間家から追い出されたということね。その本間家もまだ最初呼ばれた名前じゃないですね。また前に名前があったわけですね。初めて代表として名前を作って名前を呼ぶようになった、その代表の名前ですねが本家、最初の人が本家、その子孫が本家ということですね。で、あと何分かな、あと20分ぐらいですけど、そういうことでね、話させてもらいまして、それで私には人間には味方いなくて、なんで力あるかっていうと、宇宙生物の力、またね、だからの上の能力の宇宙生物がいるというようなことでね、バクテリアの団体もありますけど、能力高くなりますからね。